やりました。いや食べましたね。やりました。いや大事な大事な試合でしたよね。取れました。いよいよ昨日からクライマックスシリーズファイナルステージが始まりまして、はい、ホークスはファイターズと乗りに乗ってるファイターズと大事な初戦、はい、最多勝同士の投げ合い、見事5対2で勝利をいたしました、はい、久しぶりの試合でした ね、いい勝ち方でしたね。いい勝ち方、いいゲームでございました、はい、さあということで、はい、いろんな名シーンありまして、こんちゃんが帰ってきてくれたりとか、ね、あの石井さんも同郷です、大分の3人が頑張ってくれたりとか、もう誇らしいです、ね、もうドラマチックCS 初戦、投打噛み合う大勝利。ここからがプロ野球のクライマックス、ホークスこぼれ話スタート。さあ大事な CS ファイナルの初戦、チームの命運を託されたのは我らがエース有原航平。久しぶりの実戦で立ち上がりどうだろうなんて思われましたが、大きなお世話です。先頭バッターを打ち取り、さらに2者連続の三振で初回三者凡退、文句なしの完璧なスタートでした。劇的な勝ち上がりで勢いに乗るファイターズ打線相手でしたが、水ペイで貯金をペイしないのもアリペイさんのすごいところ。終盤には一打同点のピンチも迎えましたが、ここをこの日一番の気合の投球で切り抜け、7回を見事2失点。頼れる姿がそこにはあり、エースと呼ぶのはアリ寄りのアリの有原航平にありがとう。そしてそんな投手陣を支えたのは鉄壁の大分トリオ。まずは炸裂スカイキャノン、一連の動き全てに無駄がなく超完璧、取ってからが早い、そして今見のタッチもバリ早い、これにはさすがの拓也も吠えました。そうちょ待てよさらに神タッチを見せた今見も、インマミーやなマンマミーやのこのプレー、センター前抜けたと思ってもそこは通行止め。そして何といっても3回のこの場面でした。ワンアウト1・3塁、一打逆転の超大ピンチ。ここで飛び出したのが川瀬一角のダイビング、さらに先輩今見に渡ってのダブルプレー。まさに勝負の分かれ目、チームを救う超ミラクルファンタスティックシラ真剣大分コンビグッズ。ホークスベンチも大興奮。どうですか石井さん、大分出身として。いやもう本当に誇らしいし、すごいねえ、今まで見せてもらいました。マジでかっこよかった。キラキラ光る川瀬光る。そして光るはバッティングでもキラッと光る、技ありの博多片手一本を含む2安打マルチヒットで抜擢に応えると、先輩の今見は昨日の決勝点となったこの完璧なホームランを含む3安打猛打賞の大活躍、うん、ファイターズに大きな痛で「おいた!」とさせた大分コンビの活躍でした。それにしてもよくつながったホークス打線、きっかけを作ったのはやはりこの人、スタメンに帰ってきました5番近藤健介。しんちゃんのようなこんちゃんも応援する中、復帰の第1打席捉えた打球はなんといきなりフェンス直撃のツーベース。全力疾走で見せて役者の違いを見せつける、これこそ天才近藤健介。これにはギータを身を乗り出して、みんなコンちゃんにゾッコンちゃん。そしてそんなチャンスに応えたのはスタメン抜擢まさきの友ちゃん。この1年で一番成長した若手が大一番でチームの CS 初得点を叩き出す見事なタイムリー。まさきの友ちゃんにヒューヒュー。さらに見せたのは秋男、3番の栗にもこの一振り。捉えた打球はライトポールには入るか、どうだ、切れるか、切れないか、どうだ、アクションしてます、入ってますよ。とにかくは見てくれた。10年目にして飛び出した CS 初安打は貴重な追加点モンブラン。やはり10月は栗が旬、その笑顔にマロンマロンなんでございます。最後にとどめは4番のドスコイ、これとんでもない当たりでしたね。打った瞬間それと分かる打球はなんとなんとスタンド中段まで届く特大のダメ押しアーチ。ということでいきましょう、球場が一つになった CS 初のコンサート席の2人もご一緒に。福岡一番で掴み取った大事な大事な CS 初勝利、心は一つに体もシンクロ。
気持ち合わせていきましょう。いやもう全てが完璧でしたね。全てが完璧でしたね。もうこのプレーですよ。この、ね、これは芸術的。先輩怖い。あの吹き出しが見えますよね。お願いします。任せろっていうこの。でも確かに確かに。そのコンビですよね、うん。いい流れが来てます。そんな中今夜の試合もすごいことになっています。ファイナルステージ第2戦こちら。なんとファイターズ先制の後に。4番山川選手同点タイムリー、はい、5番コンちゃん勝ち越しツーラン、周東選手犠牲フライです。